重は大津藩二代目藩主加藤康之公の時代から約200年にわたって仕えた大津藩お抱え鉄砲鍛冶井上関右衛門が江戸時代に実際に製作した本物の火縄銃です。約150年前の再現となる鉄砲隊の演武にぜひご期待ください。重なるな。火縄来て政治をいただきました。こんにちは、チームモカです。私たちは愛媛の祭りが一堂に会す活気あふれる大みこし総練りが大好きです。この素敵な場所で踊れることが幸せ。さあ一歩踊る気持ちで踏み出せばみんなとつながる嬉しさよ。揺れす体に力をためて歌うは郷土の野球拳、握りしめる手拭いをみんなで開けば変わる空、明日へ踏み出す野球拳。勇気が湧くって
大寿司伝の皆さんの杉獅子をご覧いただいております。見事です。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい演技でした。杉獅子不動寿司伝の皆さん、今一度大きな拍手をお願いいたします。